新しいヨルダンアビエーションの外装ヨルダンアビエーションはヨルダンのアンマンを本拠とする航空会社である。世界中でチャーター便を運航しており、機材が不足している主要航空会社にウェットリースを提供しており、国連平和維持軍の航空輸送にとっても重要な存在である。ヨルダンアビエーションはワイドボディキやナローボディキを置いているアンマンの クイーンアリア国際空港を拠点としている。また、2010年10月には、オペレーションテクニカルセンターの一部である、自身の MRO を開業させた。ヨルダンアビエーションは、IATA のメンバーであり、イオサ認定の航空会社でもある。さらに、アラブ航空会社機構や国際航空運輸機構、航空安全協会にも加盟している。ヨルダンアビエーションは、 1998年に会社として設立され、2000年に航空運送事業許可を得て、同年10月から運航を開始した。ヨルダンで最初の市営チャーター航空会社として、アンマンからサービスを始め、世界的な沖と多様な路線網を運航している。国連平和維持職員は、様々な機材を使って、広範囲を移動し、さらに機材の不足している航空会社へ、 ウェットリースとして航空機を貸し出している。ホリデーチャータービンもアンマンのベースに運行している。ヨルダンアビエーションはモハメットエールコシバンとハゼムアルレシックによって所有され2012年6月時点で900人以上の従業員を抱えている。会社は以下に示すような機材を所有し急成長した。エアバス A330 から200は 2012年3月に機材に加えられ、エアバス A320 から200やボーイング737-300に続いて時期に就航する計画である。他の市場への拡大も進行中である。ヨルダンアビエーションのボーイング737-300ヨルダンアビエーションのボーイング737-322、ウガンダにて、東南アジア東、アジア中東アラブ。 主張国連邦西アジアヨルダンアビエーションの2021年8月時点での機材、ありがとうございます。